せっかくなんでアプローチやります？一球ずつ打ってみますか。そうですね。うん、あれ、まあまあうまくいっちゃった。うん、うまい。え、大丈夫。はい。ちょっと今の、うん、あの、はい、すごい、まあ、うまくいったんですけど、うん、構えた時にボールがこうやってあったら、うん、かかと体重でお尻が下がっちゃうから、うん、あのボールが遠いんですよ、こういう風に。それでパンって打つからトップしちゃったりチャクってなったりするので、できれば土踏まずか母子球に体重が乗るようにした方がいい、うん、で今多分広さもまあまあ腰幅ぐらい広げてるんだけど、できたらそうだね、ここ何グレープフルーツ1個分ぐらい入るべ。でお膝の高さがこうぴょこぴょこ動かなければ回っても大丈夫ですから、ちょっとそんな感じでイメージして構えて打ってもらっていいですか。はい、うん、つま先の方に体重があっていい感じですね。そうそう、前のめりになるほどではないですけど、うん、なるべく足を少しこう 広めから少し半分ぐらいでいいかな、はい、半分ぐらいで。そうそうそう、で体重それポンカンぐらいのサイズです。あそう微妙だね。面白い。そうそう、でちょっとそのまましてくださいね。そう、膝曲げて、そうそう、前行こうか。一回素振りしてみます。足首の前に乗ってもらいたいんですね。あ、乗ってます、はい、乗ってます。そうそうそう、そうです、そうです、うん、はい、このまま行きたかったけど、うん、ボールもうちょっと右足の方ね。右足の方、そうです、膝曲げて OK、うん、そう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 、うん、そうそう、トップとかダフリが防げるから。なるほど。多分最初はこの足首の前に乗るのが違和感、コツがないとつかめないと多分乗れないけど、はい、それ頑張って乗ったらショットもそんな感じで使う時あるからいいと思います。わかりました、ありがとうございます、うん、じゃあ菊さんも、はい、菊さんまでね、あのアプローチ見せてないんで、すごく苦手ですか。はい、大きい、そうですね、苦手です、苦手で、はい、なんだけど今の距離を出す振り幅だったらナイスアプローチなんですよ。そうですね、今しっかり打って、うん、はい、もし今だから30ヤードぐらいのアプローチであれば OK なんだけど、はい、これ半分ぐらいしかないので、はい、じゃあ振り幅はどうしますかっていう、あと落とし場所を考えるんですね、はい、で今なんとなくただ怖いからバーンって振っちゃったと思うんですけど、そうなんです、この感じ見ると今あのグリーン乗ってちょっとのところに落ちるとスーって登っていくようなイメージしてあげたらいいので、はいはい、そこに落とす振り幅って振り幅で、そうそう、どのぐらい振り幅、そうこんぐらいですね。そうそうそう、でお膝なるべくぴょんぴょん跳ねないように、そうで、あんまり閉じすぎると辛いから、そうです、はい、そのぐらいがちょうどいい、そう、はい、ゆっくりね、1,2,3 って感じ、1,2,3 1,2,3、そうそうそう、そのぐらい、そのぐらい止まっちゃったね。そう、フォローの大きさがさっき自分で同じぐらいって言ったんだけど、そうなんです、で止まるんですね。なんかどうしても距離感が分かんないんです。そうそう、でお膝が伸びるとフォローは出ないんですよ、はい、止まるから、はいはい、なのでなるべく膝の曲げたままフォローを出せるように、そうそうそう、こういう風に別に足上がっても大丈夫ですから。あ、こういう風に上がって、もう一回やってみる。あ、OK、ボール落とした。よかった、いっぱいあって、はい、すみません。もうちょっと振っても大丈夫かな。もうちょっと、そうそうそう、頭はボールの右、 OK、そうです、できた、できた、おお、お前、前、前、素晴らしい、やった、素晴らしい、これ大丈夫です、うん、そう、ありがとうございます。怖いから早く振っちゃうので、うん、なるべく 1,2,3 っていうリズム、はい、はい、ね、すごいですね、修正、嬉しい、ね、アウトコース8番ホール332ヤードのパー4でございます、はい、高橋さん、ここはどんなホールになりますか。はい、ここはフェアウェイが広いのですごく伸び伸び打てると思います、うん、ただグリーンがアンジュレーションが効いてるので、はい、パットに注意してください、はい、さあ大木プロ、どんなイメージですか、はい、確かにティーショットはすごく広いんですね、うん、なのでこう狙いを定めてきちんと打つことと、今日ピンがバンカーの上に立ってるので、はい、まあ、攻め方、セカンドどこから打つかなっていうのも考えながらティーショットした方がいいかなと思います。ではレギュラーティーから大木プロのティーショットお願いします。はい、お願いします、お願いします。ナイスショ、ナイスショ、はい、すごい、あ、いいとこですね、すご
はい、ナイスです。大丈夫かな。はい、ありがとうございます。これはセカンド打ちやすそうですよ。よかった、ね、ちょっと左向いてくれた。はい、じゃあレディースティー行きましょう、はい、ではレディースティーから前田さんのティーショット、はい、はい、お願いします。お願いします、はい、じゃあキャディさん、ちっちゃいキャディさん、はい、ママ頑張ってね。はい、頑張ります。おー、ナイスナイス。素晴らしい、ありがとうございます。いいね、うん、ママ上手。ママ上手です。はい、じゃあ菊池さん行きましょう。はい、はい、ママ頑張ってね。はい、なんだ、すごい、すごい距離がめちゃくちゃ出てますけど、ラン過去最長ランが出ましたよ。すごい転がりましたね。ね、うん、グリーンかと思ったからね。そんなに刈り込んでなかったけどね。パターだった。パターだった。じゃあ菊池さんから。はい。135ヤード。おお、いいんじゃないこれ。いいんじゃない。超えちゃえ、超えちゃえ。ああ、超えたでしょ。ナイスナイス。止まった止まった。止まりました。ナイス。ちょっと奥行っちゃったけど、ナイスでした。大丈夫、はい、大丈夫。ありがとうございます。じゃあ前田さんも一応打ちますか。いいですか。いいですか。はい、お願いします。やらせていただきます。はい、よろしくお願いします。ます急にテンション上がった。急に。もうでも安心して打てますね。そうですね。フーク。おっ。お、でもナイスショットです。ナイスショットです。いいんですか。ちょっとグッとグッと。いいと思います。105ヤード。お、風もちょっと止んでますね。止んでましたね。プロ何番持ってんすか。ピッチング持ちました。はい、おお、ピン筋いってますよ。はい、ナイスです。大丈夫かな、止まったかな、うん、はい、ちょっと奥ぐらいですね。はい、はい、ナイスです。お、プロお二人とも、はい、さっき教えてもらったんでアプローチちょっと、はい、で攻めたいと。わかりました。おー、上手じゃない。ナイスです。大丈夫、持てる持てる。いいですか、ナイスです。アプローチになります。一個武器増えましたね。はい、はい、うん、これも打ち方はそんな悪くない。そうですね、うんうん、上手上手。ちゃんとお二人とも学んでますね。できましたね、うん、大丈夫ですね。学んでます。はい、さあ皆さん、お待たせいたしました。大木プロのバーディーパット。はい、ナイスバーディー。はい、ありがとうございます。初バーディー。言わなきゃ分かんないんだ。そうか、そうか。ナイスバーディーです。ありがとうございます。いや、セカンドがもうバッチリでしたもんね。そうですね、ぴったり合いました。平均スコア100とかですもんね。はい、だからパー取るのも嬉しいと思うんで。嬉しいですね。はい、菊さん譲ったんですか。はい、はい、パーを。いや、どうぞ、遠慮なく。おー、ナイスパー。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ナイスパーです。ありがとうございます。なんか全部自分でやったみたいな顔してるんですけど。